返事をしないリーダーにさらに言葉を重ねる。俺はな、狂ってんだよ。狂ってる人間に喧嘩売るとこうなんだよ。さあどうすんだ。あくまで向こうに選択させるものいい。こうやって選択させるのは相手に引く口実の逃げ道を作らせるため。向こうは向こうで150人からのリーダー、おいそれとは引けない。それゆえリーダーのみが選択できるという状況を残した。結果そのリーダーはその場を収めることとなる。てめえみたいな狂った野郎、相手にしてたら身が持たねえ。これ以上はぶつからず、揉め事を起こさず、やってかねえか。と。相手のリーダーはこう言った。今までうちのチームに呼び出されて、一人で喧嘩しに来たやつは初めてだぜ。お前、狂ってるよ。そこでようやくケイシは、まあ、俺もお前やりたくて来てんじゃねえからな。そう言って、懐に入れた手を戻した。結果、誰も怪我人が出ないまま、この抗争は終わった。さて、ここからが面白い。この話のオチがわかるか。実は、その懐には、何も入っていなかった、ということだ。